ジョン・ヘンリー・ヒルドリングジョン・ヘンリー・ヒルドリングは第二次世界大戦期のアメリカ合衆国の軍人。1946年から1947年まで国務次官補。1985年にニューヨーク州ニューロシェルにてスウェーデン系の家系に誕生。コネチカット大学で学び、1918年に卒業。第一次世界大戦期はアメリカ陸軍に注意として従軍。 フランスでの活躍により、主君十字章を受章。その後、陸軍にて、職業軍人主官に採用され、フィリピンに駐留。1936年、陸軍参謀に就任。アメリカが第二次世界大戦に参戦すると、1942年に陸軍参謀次長に就任。1942年末に少将となり、第84師団司令官に就任。 1943年、陸軍省民政部長官に就任し、ポツダム会議にアメリカ代表として出席。1946年に陸軍を引退。1946年4月12日、大統領から国務次官補に指名。1946年4月17日に就任宣誓し、1947年8月31日まで在任。 1950年、スイスに本籍を持つ科学会社ジェネラルアニリンで対外事業部長に就任。1954年に副社長に承認。1955年に社長に就任。ありがとうございます。